アルファベット、アルファベットは、一つ一つの文字が原則として一つのシ音、または母音という音素を表す表音文字の一種であり、また、それを伝統的な配列で並べたものを言う。アルファベットという語は、ギリシア文字の最初の二文字の読み方である、アルファ、ベータに由来する。日常語において、アルファベットという単語は主に、 ヨーロッパ系の言語の文字一覧を表すが、学術的には口述する定義を満たしさえすれば、ヨーロッパ系の言語でなくともよい。また、文字一覧は、どの言語習得においても初期に学ぶことであるから、学習の処方を意味することもある。なお、英語のアルファベートという単語は、日常語においてもヨーロッパ系言語に限らない、文字一覧を表す。例えば、ハングルはと呼ばれる。 日本においては、アルファベットの語は、世界で最も広く通用している、代表的なアルファベットである、ラテン文字、ローマ字の代名詞としても定着しており、一方で、歴史的経緯により、ローマ字の語を日本語のラテン文字化に限定する用法も、一般的である。形式言語とオートマトンの理論の用語では、その対象とする、文字列や文などに現れる、要素、終端記号を、 アルファベットという。これは一般的な用語のアルファベットと大体同様に文字のことを指すこともあるが、文字というよりは語にあたるトークンのことである場合もある。詳細はアルファベット計算機科学の記事を参照。文字体系の類型としては、アルファベットはアブギダやアブジャドと共に音素文字に属する。ただし欧米ではこれら三つをまとめて、 アルファベットと呼ぶことがある。アルファベットでは原則として音声言語の音素のうちシーンと母音の両方をそれぞれ別の字母で表記する。対してアブジャドではシーンだけを表記し母音は大抵表記しない。アブギラではシーンの字母を書くと特定の母音が伴った音節を表しそれ以外の母音が伴った音節を表す場合などは補助的な記号を付加することで表記する。 アルファベットのほとんどは、セム書語のための文字として、中東で誕生したアブジャドから発展してきたと考えられている。一方、アブギガは、かつて音節文字とアルファベットの中間段階と考えれたこともあったが、今日では、アルファベットとは、別個にアブジャドから発展してきたものだと考えられている。現在の研究で知られている、最初のアルファベットは、 紀元前1700年、紀元前1500年頃に、地中海東部の沿岸地域で発達したと一般に考えられている。このアルファベットは、北セム文字と呼ばれ、設計文字とヒエログリフを組み合わせてできたものであるが、クレタ文字やヒッタイト文字のような類縁関係にある、アルファベットから取られたものあるようだ。北セム文字には死因を表す文字しかなく、単語の中の母音は補って読まなければならなかった。 紀元前千年頃に北セム文字が南セム文字、カナン文字、アラム文字、キリシア文字の4つの系統に分かれたと考える学者は多い。ただし、南セム文字だけは北セム文字とは独立に発達か、両者が共通の祖先から発達したのだという説もある。南セム文字はアラビア半島でかつて用いられていた諸言語や現代のエチオピアの諸言語のアルファベットの起源である。 ギリシャ人は、セム文字系統のフェニキア文字を採用し、もともとシーンアザ22文字だったものを、24文字、方言によってはこれより多いものもあるに増やし、母音を表す文字とシーンを表す文字を区別するようにした。紀元前500年頃からは、ギリシャ文字は、左から右に書かれる規則が成立した。ギリシャ文字は、地中海地域全体に広まり、エトルリア文字、オスク文字、ウンブリア文字、 ラテン文字などの元となった。中でもラテン文字は、ローマ帝国の言語である、ラテン語を記すため文字だったため、西ヨーロッパで話されているすべての言語のアルファベットの基礎となった。どんなアルファベットでも、異なる言語を話す民族によって使われていれば、それぞれ改変が加えられるものである。アルファベットの数や文字の形も異なり、文字の上下に記号をつけて、 その文字が本来表す音とは違った音を表すこともある。例えば C の下に小さな筆記体の Z をつけたセディーユという文字はフランス語、ポルトガル語、トルコ語などではごく一般的に使われるが英語では外来語を除いてほとんど使用されない。またセディーユはフランス語とポルトガル語ではの音を表すがトルコ語ではの音を表し古いスペイン語ではの音を表していた。 アルファベットは一つの文字が一つの音を表すようにしようとして発展してきたものではあるが現代アルファベットを用いる言語の中でこのような原則が厳密に守られているものはあまりな。その大きな理由は話し言葉が時代の変遷に応じて大きく変化するの傾向があるに対して綴り字は人工的な改変、再変がない限り滅多に変化しないからである。 この傾向は大母音推移という現象を経た、英語において特に顕著である。例えば、英語で、騎士を意味する単語の綴りが、ナイトであるにもかかわらず発音がなのは、古い英語では、キロも GH も発音されていたが、現代の英語では、それが、目字として発音されなくなったからである。綴り字と発音の間の違いの大きな言語では、歴史の節目で、 綴り字改革運動が起こることがあり、英語においては、カラー、カラー、ジェイル、ジェイルとアメリカ英語の一部の単語にその例を見ることができる。アルファベットの例を挙げる、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。